皆さんこんにちは。今回は文字の並べ替え脳トレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。問題は全部で8問あります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。あ、る、ら、あ、げ。正解は油揚げでした。いかがでしたか？このように文字を並べ替えてくださいね。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。かりんとう。正解はかりんとうでした。まだまだ5文字は簡単でしょうか？それでは次の問題に行きましょう。3問目です。6文字になります。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。おうえんだん。正解は応援団でした。6文字になり、難易度が上がりましたが、正解できましたか？4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。め、い、さ、い、し、よ。正解は、明細書でした。こちらは少し難しかったでしょうか？さあ、次はレベルアップですよ。5問目です。7文字になり、レベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか？
答え合わせです。けいたいでんは、正解は携帯電話でした。今やなくてはならないものですね。だんだんと機能も進化し、感心するばかりです。6問目です。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。ろめんでんしや。正解は路面電車でした。広島県の路面電車は線路の総延長、車両総数ともに日本一の規模だそうですよ。7問目です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。はやくちこと。ば、正解は早口言葉でした。8問目です。最後の問題になります。次も7文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。お、ん、せ、ん、た、ま、ご。正解は温泉卵でした。ゆで卵は白身から固まるのに対し、温泉卵は黄身から固まりますね。これは温度に関係しているそうですが、とても不思議ですね。問題は以上で終了です。今回は何問正解できましたか。それでは最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。
答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。